チックタクやり始めは大概みんな後ろに進んでいくんじゃないかなと。その原因は結構まあシンプルなんですけど、前に振って中心で止まる、進まないです。ステイチックタク、うん、はい、皆さんこんにちは。トライフォーススケートボードチャンネルの時間です。ですいらんて今日の動画はチクタクの、まあ、深掘りですね。どうもこんにちは。今回ははるばる三重からねやってまいりました、菊田龍太です。よろしくお願いしますはい、なんか最近車も買ったみたいで、はい、それがもう19歳になり、車で、三重から岐阜まで来るという、まあ、時を感じます。皆さん最後まで見ていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。これが多分一番悩みとして多いんじゃないかなと思うんですけど、まあチックタクやり始めは大概みんな後ろに進んでいくんじゃないかなと思います。まあその原因は結構まあシンプルなんですけど、このチクタクで右左にこの振るときに前足にずっと体重が乗ってる状態でこのチクタクをやってしまうと後ろに進んでいきます。こういう感じで、はい、まあ、僕はもう最初からなるべく中心に体は置いといた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、それを逆に前足体重ですね、前足体重でずっとやってしまうと、まあ前足がうまく上げれないっていうのももちろんありますけど、ついた時にこっち側にやっぱりどうしても力が加わってしまうんで、こういう風にこっちにこう行こうとしちゃうんで、体を真ん中に置くことを意識して前足に体重が乗らないようにチクタクの方やっていけば、このように、はい、前に進んでいくのではないかなと思いますんで、まあ、もし後ろに進んでなかなかできないよっていう人はそれを意識していただければなと思います。本当のチクタクは前を振ってから中心を越えて後ろに持ってくるんですけど、今のチクタクは前に振って中心で止まる、進まないです。ステイチクタク、うん、な感じですね。その名もその名もステイチクタクということで、例えばですけど30度開きました。30度戻すだけでは元に戻るだけで60度回さないといけないです。そうすることによって本来のチクタクになる、だから前に進んでいくという感じですかね。ステイなあのチクタクを、になってしまっている方はちょっとそれを注意してみてはいいんじゃないかなと思います。ステイでもなく、まあ、バックすることもなく前には進むんだけど、まあ、ちょっとずつしか進まないっていうチクタクをちょっとリュートに一回やってもらってちょっと解説していきたいなと思います、はい、うん、バックサイド側も、フロントサイド側も常につま先体重、やっぱ前にこける方がなんとなく手も出せるし安心だと思うんですよ。だからやっぱりどうしてもこう体が前に倒れてしまう、だからつま先体重になってしまう、で体がちょっと前に倒れたつま先体重になった状態で常にチクタクをするっていう風になると、今のリュートみたいにまあ進むは進むんですけど、あの上手い人のチクタクみたいに滑らかでもなければ、あのスピードもあんまり出ないっていう感じになってしまうので、本当に滑らかな感じでチクタクの方をやっていかないといけないので、やっぱりバックサイド側に回すとき、時計回りに回すときはつま先体重、時計と反対回りに回すときはしっかりかかと体重で回るっていう、このつま先に回して次かかとでグッてこう地面を軽く踏んであげるっていうかっていうものを意識してやると、だいぶスピードの方をついてくると思うので、まあちょっと後からねスピードが出るチクタクをもう一回やってみようかなと思うんですけど、ちょっと一回
見てみてください。深掘りを、はい、はい、してきました。見てくれてる？このチャンネル。しっかり見てますよ。最初からセットアップから。おお。ちゃんと見てますよ。はい。はい、まあだから次はちょっとで、まあ、リュートにはバンクからドロップしてもらってからのフリップやってもらおうかなと思うんで、はい、それぐらいはね。それぐらいはちょっとやらせてもらって、中谷プロとの差をね。その差を ね、ちょっと見せていかんとね。もっと体張れよっていうことをね、大気で見せてもらいたいと思うんで、はい、でその動画を見てなくて何のこっちゃと思ってる方はちょっと。この辺に、はい、貼っとくんで、ぜひその動画も見ていただけたらなと思います。まあ、もう本当めちゃくちゃ面白いんで、はい、中谷大輝がだいぶ体張ってくれてるんで、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ではまあこんな感じで、また次の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。それでは最後に、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。